はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ラーメンを食べにここ土浦に来ておりまして、土浦といえばのつけ麺の有名店というか、むしろレジェンドなお店ですね、龍介さんの本店にですね、久々に食べに来ております。今日の動画はですね、大食い動画というよりも通常の、大盛りのラーメンとつけ麺ですね、こちらを1杯ずつ計2杯ね、ゆっくりと食べていこうかなと思います。普段の動画とは違ってですね、並ぶところから食べるところまで皆様がね、来店する際に分かりやすいように、まあ、ご紹介しながらね、食べていこうかなと思います。でちなみにこちらの龍介さんは事前に食券を購入してから並ぶ制度となっておりまして、本日食べるメニューに関してはもうすでにね、注文は完了しておりますので、早速お店並んでいきたいと思います。ということで、先ほど外待ちさせていただいたんですけれども、今少しずつ席が空きまして、店内でね、待っている最中でございます。ありがたいことにですね、店内待ちの方も8名ほど待てるような仕組みとなっておりますので、今もね、涼しいやっぱね、涼しいところで待てるのはこの時期ね、だいぶありがたいです。ありがとうございます。はい、すいません。ということでですね、やっと並んだ回ありまして、美味しいラーメンつけ麺に出会えそうです。じゃあ久々の龍介さんね、この待ってる間もものすごくお腹空くようないい香りしてるんですけれども、今回ですね、まず単品で注文させていただきました。こちらの餃子が届いております。よし、もう今日は食べたいだけ好きなようにね、出来たてを食べていきましょう。ひとまずいただきます。もうね、以前来てる時もこの餃子がうまくてね、これもね、割と個人的には楽しみの一つなんだよね。本当はね、ビール飲めたらより最高なんですけど、じゃあこれでもうまいんで、あ、ありがとうございます。やばい、もう提供がめちゃくちゃ早いから、今ね、一口食べて感想を言う合間に一発目のメニューは全て届きましたけれども、とりあえずこの餃子ね、まず餃子、肉汁もすごいし、うまみが強い。で、このね、出来たてを食べたいので、もう早速ラーメンいっちゃいましょう。このラーメンもうまいのよあ、うまい、あ、めちゃくちゃうまい。うわ、久々、これ鶏だけじゃないな、魚介系、カツオかなんかなのかも。これサラッとしてるんですけど、うまみ濃厚、これね、濃厚なんだけどサラッとしててね、本当に和風の鶏シチューというか、いや、このラーメン食べた時も、初めましての時めちゃくちゃ感動した記憶あるんですよ。うまっ。でもこの麺ですよ、これもね、うまくて、ね、龍介さんといえばやっぱりつけ麺のイメージがあると思うんですけど、このラーメンの麺もめちゃくちゃうまいっす。失礼します。うん、不思議とスープだけでするよりも麺とするとね、より濃厚さが増すのよね。ちなみにこんな食べ方をしてもものすごいうまいです鶏と豚の掛け合わせだよ。うまっ。ライス頼んであるんで、ライスと米ですよこれ。このチャーシューもいや、このね、チャーシューがめちゃくちゃうまい。
ちなみにですね、卓上にはいろいろと調味料がありまして、もちろんこの辺りは餃子用かと思いますが、まあ、この辺りもね、本当に使いたいけど、マジで使わなくていいぐらいベースがうますぎて、というか久々なので、なんかね、このうまみを変えたくない。あごめんなさい。で、全然紹介できてなかったんですけど、こちらね、多分サービスでいただきましたので、メニュー名が分かりませんが、これめっちゃうまそうじゃない？うん、うん、ちょっともう一瞬でね、ご飯完食させていただきましたので、まだマッシュタール残ったチャーシューをこちらの丼にさらに肉増ししつつ、でこのスープを、はい、ラストにこの味玉ですよ。このまんま食べてもいいんだけど、それをダイブさせて、見てこれ絶対うまいやつじゃないですか。うわたまんね。うんまっ。うーん、ということで、例えばですね、1杯目に注文させていただいたラーメンの方は全て完食させていただきました。この後は僕がね、無性にどうしても食べたくなってしまったこの龍介さんのつけそば大本命をいただいていこうと思います。うん、きた、めちゃくちゃうまそう。ということで、来ちゃいました、今日の僕の大本命、龍介さんのつけそばですね。いや、もうですね、この麺丼からやばいっす。早速出来たてをね、いただきましょう。超極太の全粒粉入りの麺ですね。これがね、つけ汁に絡ませるとまたうまいんですけど、それよりもまずはこの麺だけでですよ。うまっ。これちょっと塩かけちゃっていいですか。塩が喉にダイレクトに。香りのいいお蕎麦とかって最初この塩とかで食べたりするじゃないですか。もうその感覚、麺の香り強いから、絶対にこれつけ汁つける前に一回麺だけで食べていただきたい。そしたらこのつけ汁ですよ、早速。あ、うまっ。ちょっと待って、乾燥とか一回置いとかせて。とりあえず食わせてください。やっぱりさっきのラーメンと比べると濃度も上がってるし、甘みも強くなってて、この麺を一気にズバッとすると香りのね、飛び込み方が半端じゃないですね。実はですね、僕恥ずかしながら大食い活動を始めるぐらいの頃って、私生活でラーメン屋さん行ってもつけ麺を頼むことが少なくて、ただやっぱり大食い活動をしていく中でいろんなね、つけ麺屋さんのつけ麺食べたけど、個人的にはですね、今まで食べたつけ麺の中でトップクラスに記憶に残ってる一杯なんですよね。初めて龍介さんのつけ麺食った時、衝撃的だったもんな。
ごめんなさい、このつけそば念願で好きすぎてあんまりこう感想を言わずにもうほぼなくなっちゃったよ。そしたらもうほんと麺具材残りわずかになってしまいました。まあちょっとこっちにも残ってますけれども、あえてこの龍介さんのつけ麺、この時点でですね、カウンターや卓上横にあるこの割りスープをこの時点で投入しています。で残った具材をですね、すべてこちらに投入させていただいて、こうすることでですね、ラーメンでは味わえないつけそばだけでしか食べれないオリジナルのね、新たなラーメンができますので、ぜひね、つけそば頼まれるお客様はスープ割りはなくなる直前で、具材も込みでね、楽しんでみてください。あ、うまい。割りスープをね、多めに入れることでラーメンよりもあっさりしてるんだけれども、魚介の風味が強まってね、でベースの甘みもあるからさ、本当にねラーメンとは別物です。でも締めにはさっぱりして最高にうまい。うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら茨城の名店龍介さんで好きなだけ食べてきました。もう本当にごめんなさいね、大食いを見に来たのに全然大食いじゃなくてすいません。ただですね、もちろんいつもも楽しんでますけれども、いつもよりもさらになんか食をね楽しめた気がします。改めてこちら龍介さんはですね、本当にもう営業時間ギリギリまで終日ですね、行列の絶えないこちら茨城の地で大人気のつけ麺店となっております。ぜひですね、皆様にもこちら龍介さんで僕が本日食べさせていただいたこのつけそばですね、食べていただきたいですし、それ以外にも同店の別ブランド複数ございまして、近いところで言うと新店で昆布水つけ麺とかをね販売しているようなお店さんもございます。いろいろと龍介さん展開しておりますので、ぜひ気になる方はこちらの龍介さんの美味しいラーメンつけ麺楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、熱い。